こんにちは、ゆうです。やってきました、パズラーのお時間です。はい、今日無課金サバカクロールシルフルやっていきたいと思います。そうです、芝居のあるやっていきたいと思います。はい、今日誕生日の方おめでとうございます。クロールシルフルですよね。実装面もクロールシルフルですよね。はい、ちょっと寒かったから今しれっと袖で、ね、下ろしたんですけど、やっぱり、はい、それでね、今回ね、ちょっとクロールを使って、はい、クロール使うんですけど、ちょっとまたリラチェン、シガーのリラチェンみたいな、ちょっとね、特殊な、なんか編成思いついたんで、ちょっと試してみたいんですけど、若干趣味混ざってるんで、ちょっと難易度落としてね、特殊ダンジョンの、テクニカルダンジョンの一番上の、構成チャレンジやったとこ、そこをちょっとやっていきたいと思います。それではパーティーご紹介します。はい、こちらですね、76クロールカイトですね。はい。デンジ君と混じってるんですよ。そこはちょっと特殊なんですよね。はい、それではご紹介しましょう。はい、リーダーのデンジ&マキマさんに、小学生スキブは特殊なんで関係ないと。はい、でスキルチェーン4つに、HP 最上位のやつを1つで、食堂貯蔵庫はあれですね、抱き武器ですね。はい、でこちらがデンジ君ですね。デンジ君に、毒目覚め耐性神キラ、あと虫柱の通行金尾武器つけております。でこちらはねずこですね。ねずこにスキルチェーン2つ、アシスト無効洗剤に、これないんですけどね。あと薄い武器つけております。こちらがブラックバードですね。ブラックバードにスキルチェーン4つ、神キラー1つ、あとは、これクロロで殺し屋もクリアしたらもらえる武器ですね。はい、でこちらクロロルシルフル、ルシルフルは書いてない、クロロとして書いてないんか、あかんな、これで分かったでしょ。カウンターハンターガチ勢なの分かったでしょ。クロロルシルフルって知らないでしょ、知ってる人しか。ね、スケッチェン4つにマシンキラー2つに、ワイルドトリート、ハロウィンチャコルの武器つけております。はい。こちらカイトですね。カイトにスケッチェン4つ、悪魔キラー2つ、徳川の武器つけております。この理由が、変身時の、せっかくね、3属性あるんですけど、闇イパなのに、キーとか、光とか分かれてるんで、もう全部ね、付属性闇にしちゃおうっていう作戦ですね。はい、リラスケがね、これが一緒か、闇の2コンボ以上でダメージを軽減、攻撃が10倍、固定1000万ダメージ、闇の属性全パラメータが 3.5 倍となっております。クロロのリーダースキルが、闇の2コンボ以上でダメージを激減、攻撃力が35倍、3コンボ加算、操作時間が10秒延長、闇属性の回復力が4倍となっております。でバッチャ HP プラスです。すいません、 iPhone 落としちゃいました。はい、それでは最高。はいはい、あ、遅延来るんか、遅延耐性も良かったんかな。10ターンやん、10ターンは並走できんぞこれ多分。まあなんとかなるか。トランスフォーム使って、でこっちから使おうか、食堂貯蔵庫でカイト使いまして、でクロール変身させます。ネズコ使います。で、ここでまだね、変身させちゃダメなんですよ。デンジ君を。とりあえず、カイトの軽減だけ貼りまして。うわぁ、ちょっとめっちゃ、ちょっと面白い編成考えたのにな。よしよし。あ、向こう貫通決めたらよかったんか。オッケー。で、これで、いいかな。はいはい、もうやりたいことね、分かってらっしゃると思うんですけど、皆さん、はい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 、あ、ちょっと待って、はいはい、ここぐらいやったらね、多分ね、無効貫通に特化もしてるんで大丈夫と。 OK、 よかったで、ここでやっとデンジ君が溜まったんで、はいはい、あぶねー。よし、じゃあまずデンジ君使います。でリラチェンするでしょ。でここでまたクロールにリラチェンするんですよ。でここでカイト使うことによって、ダメージ吸収対応すると。これは、やらなかった動画出しはる人いはるんかな、他の方で。ちょっとあんまり、
僕見れてないんで分かんないですけど、はいはい、よし、 OK、 はい、オッケー、あー鼻かゆ、エメラルドガウル、 iPhone 持つさんかったら遅延プッてやり直したのに。エクモンも大丈夫と、はいね、ここのダンジョンね、陰の加護があるんで、はい、 T 使ってみようか、陰の加護があるんで、あのネズコをね捨てが上がるっていうね、はい、うぃうぃ、十字も食らった、ならエルも、エルは決まらんか、はい、よし、オッケー、で属性吸収がカイトの変身にしかあの依存できないんで、はい、それはしゃあないんですけど、満足の話したっけ、あの昨日ね、深夜に、深夜というかめっちゃね、僕8時ぐらいに寝たんですよ昨日、8時ぐらいに寝て、で1時ぐらいに目が覚めて、でちょっと味噌汁作ってたんですよね、じゃがいもと玉ねぎのお味噌汁、この前作ったら美味しかったんで、もう一回作ろうと思ったんですよね、でもう一回作ってたらサクッってね、サクッとは言ってないですよね、さっとちょっとね擦れてね、ねこうちょっと久しぶりというか、あれかな、僕包丁料理では手は切ったことなかったんですけど、初めてかな、いやー、まあやってもうたっていう思いと、まあ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 、いつかは君ね、それはあるなと思ってたんで、もともと手先はそんな器用じゃないんで、だからパズルも下手くそなんですって言い訳につなげよう、で、はい、レンジ君マキマさん使って、で、ここカイトループね、カイトブラック&ブラック&ちゃう、ブラックブラックはブラックバード&にしてもらえへんかったんや、12周年でさ、ブラックバード&ブラックバード&ブラックバードとかならへんかな、もうトリプルブラックバードとかでもいいんすけどね、やろって、ほんまにブラックバード一番好きなんですよね、なんか知らないですけど、お邪魔目覚め体制積んでたのになと思ったら、あれやった、俺を倒せるかな、あ、これ盤面小さくするやつや、はいはいはい、覚えてる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 、で、これゼロゼロゼロで、ここで使ったんよね、確か、はい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 、ちょっと待って、はい、よし、OK、あ、そっか、軽減があれか、軽減ループが剥がれちゃうんか、まあまあ大丈夫でしょう、カイトで行ったらよかったね、コンボカさん、カイトね、コンボカさんリーダースキルないんですけど、スキルがね変身するまでするごとにあのコンボカさんついてくれるんで、それで実質ね、常に2コンボ加算みたいなもんなんですよね、スキルによって、待って、ちょっと待って、全然見えてへん、よしよし、確か76やとあれか、ちょっと無効貫通だったんや、相手しっかりしてて、よしよしよし、はいはいはい、はい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 、よし、で2コンボカさんも追加でかかって、はい、オッケー、で即時回復したい時とかはねずこ使ったり、デンジ君の即時回復使ったり、副属性を闇に変えてあげることで、はい、めちゃくちゃ軽くでいるんで、ほんまに今試しに使ってみましょうか、よし、こんだけじゃあかんか、自分の身は自分で守れ、よし、オッケー、
これあんまりね、ちょっと使いどころを間違えると、ダメージ吸収まで結構もたついちゃうんで、まあ、重力下ではないんでね、やっぱりさすがに。デンジ君、3属性、カンストしてますわ。僕、ここね、その、意志が欲しかったっていうのもあるんで、はい。ここをちょっと今回ね、選ばせていただいたんですけど。あぶねー。軽減ないとギリギリやんか。いいかな。はいはいはい。じゃあ、ここはちょっともう、リオマムでクリアしたんか、ここ。よし、オッケー。はいはい。よし、オッケー。指減少されてるけど、ほんま減ってない？これ。もしかして。あ、ちょうどダメージ吸収あるときに来てくれたね。いた。レントワルツ。もう僕はほんまにもうこの声をお聞きするとギルバート・デュアンダル議長であったりシャーズナブル始まりは、エドワー、違うキャスバル・レムダイ君エドワー・ウマスそっからあれですねシャーズナブルクワトロ・バジーナと行き悪いた行き悪い言えてで、ここからね、ブラックバード使ってあげることによって、セットで使ってあげることによって、はい、結構闇を多めに作ってくれるんで、あ、ちょっと待って、無効貫通の原理をね、昨日から間違ってるんですよね、動画で、昨日の動画、上がってる動画でご覧になってくださった方、ご存知かと思いますが、はい。指減ってんの焦ったっていうね、あれ、これ吸収じゃなかったっけ？あ、HP のやつか。きついな、これ。確実に頭を潰せ。ちょっと待って。とりあえず、回復。クーデか。で、HP が、そのやつこ使ってたかったかな。入れるかな、これ。次、誰だったっけ ?13。いきますよ。あー、それや。あぶねー。ちょ、ねずこ使っとこう、ねずこ使っとこう。んで、ブラックワード使いまして。はいはい。まあ、4個消しの方はね、回復、超重力じゃなくて、超高であの、いらっしゃらないんですけど。はい。まあ回復できると。こんな HP 低かったっけ？あれか。全パラ？よし。OK。あ、そうか。特殊やからか。んで、ヒミルが来て、時間限られてるよ。マギアスペル。OK。で、とりあえずこれ使っといて。本望現象、あれやね、一回ぐらい、ちょっとあれか。ねずこだけ貯めようか。よし。で、どうしよっかな、カイト使っとくか。サイレントワルツ。よし。で、無効貫通なんで。はいはい。よし。で、これ、無効貫通はガンガン振ってるんで、OK。よし。で、クロノの上のハロウィンなんとかも溜まったんで、最悪ね、ガチガチに、ボスのなんとかファリオン、どっちかファリオン来た時にも対応できると。はい。で、これは、確かカウントダウンやったんですよね。そう。OK。2。
で、マイナスドロップも何もないから、あ、別に全然行ってよかったんか。で、ここで、ファイトを、誰にしたいから、次でダメージ吸収とかにしておきたいから、よしよし、よしよし。ちょっと待って。これ10コンボいってる？いや、10コンボいってなくても別にいいんやけど、じゃあ LG 一色武器やったか。まあ、ええか。OKOKOK。ちょっと待って、次、あれやね。我が名はオルハリオン。アローラプロプセーネ。キアヌボルロプ。よし。で、雲は大丈夫と。で、ここで、少し黙れの上を使ってあげて、少し黙れって今僕が言われてるみたいだったな。ちょっと回復は少ないんで、これ使ってあげて、これをブラックバードして、はい、OK。んで、無効貫通。ネスファリオンじゃなかったらあれやったっけ？癖無効とか後編になったっけ？どっちだったっけ？よしよしよし。はい。はいはい。いや、ギリギリか。危ない。3ターン継続でよかった。サイレントワルツ。はい。んで、回復もし、危ない。あ、別に無効貫通決めんでいいんか。え？どういうこと？今、状況が分かってない。これは、一体これはどういう状況だって、リヴァイ兵長に怒られて。マシンキラー振ってんのがそもそもミソなよね。アルビアンか。パラソミュート。はい、オッケー、食べた。よし。で、あと一旦あるから。危ねえ。ちょっと待って、L、L 決めとこうか。もうすっから焦った。もうロック解除なんかついて当たり前だと思ったから。ちょっと待って、これどうしよう。どうしよう。こうしようか。よしよしよし。はいはい。あ、ちょっと今の交換通。あれ、全然通ってるで、ダメージ。どういうこと？オッケーオッケー。オッケーオッケー。じゃあ最後にデンジ君使いまして。はい。オルファリオンさんにそう言ってますけども。よしよしよし。はい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 。はいはい。はい。はい。もしもこんだけでいったらいけるでしょう。ちょっと待って、軽減貼っといた方がよかったかな。ふい、オッケー、クリアーっていう、なんか変な、デンジ君一体で、なんかクロロとスミパですね、言ったら。はい。何分？ 15 分経ったか。おっ、よっしゃ、オッケー。クリアタイム見てみましょうか。はい。15分 31.2 秒ですね。はい。ちょっとね、慎重に行ったんで、はい、取り直ししたくなかったんで、こんな感じで行けると。はい。新年なんでね、これやったらあれかな。表、北朝ぐらいやったらいけるんかな、これやったら。どうなんでしょうね。ちょっと次実験してみようかな。はい。なかなかいい感じじゃなかったでしょうか。はい。ちょっと完全にシミパでしたけど。はい。それでは今回はね、これにてお開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。はい。ぜひぜひ皆さんもね、クロロこんなリラチェン使ってるよとか教えてくださると嬉しいです。クロロルシルフルっていうフルネーム知ってるほどのガチ勢なんで、はい。それじゃあ、本当に、はい、今回のお相手は私、ゆうでした。よかったら、チャンネル登録、高評価してくださると嬉しいです。あと、X、TikTok のアカウントをフォローしてくださると嬉しいです。TikTok はね、動画だけ上がってるだけなんで、ライブ、基本ライブをしてるんで、はい。残ってないんですけど、ちゃんとライブを23時以降にしてると思うんで、はい、よろしければチェックしてくださると嬉しいです。それではね、バイバイ。